アイテム番号 SCP-605-JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-605-JP は、サイト、8122において、3×10×10 メートルの特別収容棒の上に標準オブジェクト保護棒を被せた形で保管されています。実験をする場合は、レベル3以上の職員2名、あるいはサイト管理官の許可を得た上で行ってください。実験を行う際は、地区1 SCP-605-JP、1の内容について記録することが義務付けられています。説明 SCP-605-JP は、対局のたびに未知のルールにより対局が行われる、一見通常のオセロです。SCP-605-JP はその周辺に2名以上の人間が存在するとその効果を発現します。特異性が発現すると、周辺にいた人間が2名以上いる場合対局を強制され、対局が開始されるとさらに周囲の人間にまで特異性を発現、解説や実況、観客等として引き込みます。これはオセロのルールを全く知らない人間に対しても影響を与え、遊戯の実行を強制させます。この効果は SCP-605-JP 周辺、縦3メートル、横10メートルに及びます。また、暴露範囲内にいる人間が1名のみの場合でも、何らかの、一人遊び、が発生する可能性があります。上記の効果に暴露した人間は、大抵の場合、対局者、解説と実況、それ以外の観客、とに分かれます。対局者2名を SCP-605-JP、A、B とし、解説、実況に立つ者を C、D、それ以外の観客群を E 群とします。これらの暴露者群は対局中完全にその場に固定され身動きが取れなくなり、外部からの干渉を無効化します。その上で SCP-605-JP はこれらの暴露者に対し、全く不明なルールと法則性に基づき、未知の遊戯括弧以降 SCP-605-JP1 と呼称括弧閉じを行わせます。SCP-605-JP、C と SCP-605-JP、D は SCP-605-JP1 についてさも造形が深いように振る舞い、実際そのように発言、解説を行います。これに加えて SCP-605-JP、E 群も SCP-605-JP1 に対し、ある程度理解を持つような傾向を示します。SCP-605-JP は3時間の対局を行わせ、その後、1時間の休憩時間を暴露者群に対し与えます。暴露者群はこの際に特異性から解放されますが、SCP-605-JP1 について何も覚えていません。しかし SCP-605-JP1 に対する熱中感は残っていると思われ、大抵の場合再び対局及び観戦に戻ろうとします。これはクラス A 以上の記憶処理により影響を取り除くことができますが、何らかの形で決着がついていた、あるいは戦局が対局者のいずれかに傾いていた場合、記憶処理が効果をなさない、達成感。あるいは、敗北感が残留するケースが見られ、ゲームを続きすること自体に何らかの中毒性を生じさせているのではないかと推測されています。SCP-605-JP1 は対局の前性質を変え、また対局終了後には元の状態に戻ります。同じルールの遊戯が行われることはありません。対局後には暴露者から遊戯に関する記憶が完全に消失するため、SCP-605-JP1 については対局中の会話と様子しか記録に残っていません。SCP-605-JP1 について完全なルールを観客群の1名から聴取しようと試みましたが、インタビューに対し全くの返答を見せず、対局中の情報以外に言及することはありませんでした。SCP-605-JP1 の対局記録（一部抜粋）閉じ。対局日時、参加者、内容、結果、2013年8月20日。6弾、7弾。テレビにおいて異様な後の生放送が行われている、との通報により発覚。開始から、時間が経過していた。7弾が長考に入っていたが、そもそも5番ではなくオセロ番が展開されており、盤上に白石が一つ置かれていた。その状態のまま休憩時間へと入る。休憩時間中に関係者全員に記憶処理。カバーストーリー、緊急時により収束し、SCP-605-JP はこの際回収された。2013年9月1日、D-605-JP1、収容棒に入るなり石を棒中にばらまき、その上を信じられないほどのバランス感覚で飛び回る。加えて、着地したすべての石を跳躍のたびに反転させていた。なお、D-605-JP1 に対する事前調査では、このような運動能力は確認されていない。148回目の跳躍にて着地の際に足首をくじき、1GD605JP1 はうずくまる。その後、発想飛びが、と頻繁に口にしていたが、直後に休憩時間に入ったとみられる。足首をかばいながら盤面の前に着席した。この後、D605JP1 は無人機械により回収し、記憶処理を行い回復させた。D605JP1 は、なぜ怪我をしたのかさっぱり覚えていないが、不思議と気分は良い、と証言している。2013年9月11日、D605JP1D605JP2 盤面は極端に狭くなり、本来のサイズから10分の1に縮小。にもかかわらず石の数が極端に増加。対局開始から数分後、D605JP1 は逆立ちをした体勢で黒面を牢にした石を刺し始め、対して D605JP2 は白面を牢にした石を合掌するように拾い上げてから刺し始めた。D605JP1 は体勢を維持したまましきりに悩むような素振りを見せていたが、D605JP2 は終始スムーズに刺す様子が見られた。最終的に盤面上には物理的に不可能な形明らかに重力を無視したアーチ型閉じで大量の白石が積み上げられていた。休憩時間中に記憶処理にて終了。時間にわたる逆立ちにより、D605JP1 は極度の疲労と、オブジェクトの影響と思われる敗北感を訴えていた。2013年9月20日、D605JP1 から4、盤面が腕上に変形。対局者2名が腕上の盤内へ石を投入すると、石は腕内部を急速に回転し始めた。D605JP2 が、穴や、と発言すると、内部の石は黒面になった石一つを残し凄まじい勢いで外部へ撒き散らされた。これに対し D605JP1 は、核や、と発言。猛烈な勢いで飛び散った石が内部へ戻り、石一つが高々と腕から飛び上がる。D605JP34 はその様子を見るなり顔を覆い涙を流し、まさか、と発言を繰り返していた。休憩時間に終了済み、腕内部から飛び散った石の一つが終了後も消滅せず、その場に残されていたが、突如飛び上がり D605JP1 の顔面に直撃、鼻の骨を折った後に盤の下に滑り込み消失。この石は発見されておらず、現在も捜索が続けられている。D605JP2 は記憶処理後、何かとても楽しいことがあったような気がする、と証言した。2013年10月2日、D605JP1 から6、対局者2名、解説と実況、観客2名の構成。解説内容は付録を参照。対局から、時間後、唐突に D605JP2 が立ち上がり、我ここに勝利を宣言し、愚者への対して D605JP1 は、空未だ輝きに満ち、石は天外に散る星々のごとく、我が未だ強調見えず。何時以下にして打ち砕かんや、と発言、D605JP2 はそれを聞き納得したように深くうなずき、まっことぐまい。しかし面白い。何時が吉兆見せてみせよ、とつぶやく。その後、双方は再び対局に戻った。石は7色に輝いており、盤面はオーロラの発生した夜空のような様相を示している。2度目の休憩時間中、盤内に太陽のような惑星が観察されており、房内全体に強い光を放っていた。この時点で対局は中断され、盤、席は通常のものに戻った。終了するなり、D605JP1 は大量の鼻血を吹き出し混沌。前述の実験の負傷に何らかの影響があったとみられる。記憶処理後、対局していた2名から特筆すべきような証言は得られず。2013年10月16日、D605JP1 から6、同場の構成。対局者2名が不意に盤面の四隅端に座り直すと、実況と解説であった2名も同じく盤面の四隅前に座り、対角線を埋めた。その後、観客群であった D605JP56 は実況と解説に回る。盤面上にはギガ化された妖怪のような 3D アニメーションが4名分表示され、四隅に座った D605JP1 から4は石を固く握りしめていた。その後、アニメーション内においてギガたちのオセロによる対戦が行われていた。対戦が終わらず、そのうちに D605JP3 が卒倒。立て続けに他2名が卒倒し、そのまま休憩時間に入ったとみられる。D605JP4 のみ軽い疲労を見せていた。原因は不明だが、検査の結果ほぼ全員の脳に対し強い負担がかかっていたことが判明している。P605JP4 のみ、強い達成感を抱いたと証言。2013年11月1日、P605JP1 から6、構成は同様。P605JP12 ともに盤面上へ乗り、その後下を突き出してその上へ石を積み始めた。その後、P605JP34 が、下上に積み上がった石をジェンガ、ゲームのように抜き取り始める。抜き取るたびに、P605JP34 は、無常、無常、と呟いていた。物理的に無理のある積み上げが崩壊しない理由は全く不明。休憩時間に入っても、P605JP12 は下を突き出し石を積み上げたまま静止していた。この時点でなお2名の下上に乗った石は10段以上を記録しており、対局終了後、2名の下には強い圧迫を受けた際の石と、筋断裂が発生していた。また、積み上がった石は無人機器が D605JP1 に触れた段階で弾け飛び、近辺にいた D605JP34 が軽傷を負った。P605JP12 は双方とも猛烈な達成感を感じたと証言している。以下は、2013年10月2日において発生した SCP-605-JP1 事案の実況、解説記録です。SCP-605-JP1 付録。記録日時、2013年10月2日、インタビュアー、田辺博士、対象、P605-JP1 から6。中、質疑の投げかけは収容妨害部から遠隔で行った。田辺博士、君たち、ちょっと良いかい。P605JP3、かっこ沈黙かっこ閉じ。P605JP4、かっこ沈黙かっこ閉じ。田辺博士、なあ、質問に答えてくれないか。P605JP5、おう。P605JP6、まばゆい。P605JP3、黒、見せる。手番も残り少なく、状況としては絶望的。しかし、まだ輝きはついえない。P605JP4、今の手は素晴らしかったですね。木星から土星にかけた円間の角度の急激な上昇に伴い地球の引力に働きかけた。これは彗星を呼ぶつもりなのでしょうか。P605JP3、当然ながら白も未だ兆候見えず、未だ天外にあまねく輝きをもたらす。田辺博士、おい、君たちの盛り上がってるゲームについて教えてほしいんだが。かっこここで D605JP に左の拳を高々と掲げ、ゆっくりと小指を立てた。かっこ閉じ。P605JP5、そんな。P605JP6、鋭い。かっこ対して D605JP1 右の拳を掲げ、盤面で回転している石を指さして愉快そうに笑った。かっこ閉じ。P605JP4、おーっとここでまさかの太陽黒点に働きかけたー。水星からハレイ水星へ、水星から太陽への連なりが重なったー。かっこ D605JP に愕然とした表情で手元を見る。手元には何もないが、しばらくの木工の後、不敵に微笑んで汗の滴る方を拭った。かっこ閉じ。P605JP3、ついぞ強調。しかし、これは、どう見せる？ P605JP5、ああ。P605JP6、不快。田辺博士、かっこ沈黙かっこ閉じ。かっこなおも実況、解説は盛り上がりを見せ、P605JP5 は涙を流し続け、P605JP6 はただただうなずき続けている。かっこ閉じ。田辺博士、かっこ4秒間の沈黙かっこ閉じ時間の無駄だ。本当に、インタビューを終了する。ほい。SCP-605-JP、回目の実験後、SCP-605-JP を保管していたとみられる紙箱が発見されました。箱の表面には、リバーシ、とだけ記載されており、同封されていたルール説明書括弧内容はオセロのものではなく5のもの括弧閉じと、誤ったケースに入れないでください、との注意書きがありました。これらはもともと所有していた、テレビにおいても入手先がわかっておらず、製造元や販売元等も判明してません。保管箱の側面には、パーティ、アイテムシリーズ、として、シャトランジ、の文面と、それに付随した、将棋盤上に置かれたチェスの写真が確認されています。